ホール100オン・アレックスは、日本の埼玉県出身のプロバスケットボール選手。ポジションは、スモールフォワード。190センチメートル、95キログラム。幼稚園の年長からサッカーを始め、小学3年からは、Jリーグ大宮アルディージャのジュニアチームで、プロサッカー選手を目指していた。チームは2011年の全日本少年サッカー大会で3位に入賞している。中学でも大宮アルディージャのジュニアユースに所属していたが、練習に通う時間の都合などでアルディージャのジュニアユースを退団し、地元のサッカーチームの FC オスス上尾に入団した。中学1年の時に体育の授業でバスケットボールの面白さに気づき、2年生から原始中学校のバスケ部に入部した。中学時代はサッカーとバスケットボールの両方で選手として活動していた。高校進学時には県内の高校サッカー部の入団テストも受けていたが、高校バスケの名門である昌平高校のコーチである畔川秀夫の勧誘を受けて同校に進学した。昌平高入学後はサッカー部とバスケットボール部のどちらに入っても良いという条件だったが、最終的には、畔川の熱意ある説得で、バスケットボールに専念することを決めている。高校では主にセンターとしてプレーした。在学中に全国大会に出場することはできなかったこともあり、アンダー世代の日本代表に入ることはできなかったが、高校1年の時から、関東エンデバーに選出されており、関東の高校バスケ界では名が知られた存在だった。高校卒業後の進路については、日本の大学バスケの強豪校から推薦入学のオファーもあったが、バスケの本場である米国に挑戦したいという気持ちが大きく、井上武彦が創設したスラムダンク奨学金に応募し、第11期奨学生として合格することができたため、高校卒業後の2018年3月に米国へ渡り、大学などに進学するための準備を進める学校であるプレップスクールであるセントトーマスモアスクールに留学した。しかし、米国のフィジカルレベルに合わせるためのガードへのポジション転向など環境の変化に苦しむことも多く、希望していた NCAA に所属する大学への進学は果たせず、2019年に帰国した。帰国後の2019年5月31日に3X3 プレミアリーグのBEEFMAN.EXEに入団した。また、2019年9月18日には、BEEFMAN.EXEと業務提携を結んでいる B リーグ横浜 BE コルセアーズに特別指定選手として契約した。横浜での初出場は2019年10月6日のレバンガ北海道戦である。2020年2月27日には特別指定選手としての活動を終了し、新たに2019から20シーズン選手契約を締結した。2020年4月、契約満了による横浜 BE コルセアーズ退団が発表された。2020年6月、BE に越谷アルファーズに特別指定選手として加入した。2020年11月3日、飲酒運転による過失運転致傷及び道路交通法違反の容疑で任意捜査を受けた。警察の捜査中だが本人が事実を認めていることを踏まえて、口述の通り越谷アルファーズとの契約解除が発表された。ありがとうございます。